宅建試験後に転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中亮先生の不動産大学宅建合格作戦宅建業法その2編ということで、このチャンネルは完全独学で10個資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで、もう試験まで残りあとわずかになっております。ということで今日はですね、また宅建合格作戦決行したいと思います。今からですね、私の方で宅建業法の中の、前回はですね比較的35条書面とかそのあたりをたくさん出したんですけど、今回はそれ以外のところで受験生がこの時期忘れがちになっているような感じの問題を連続で出していきますので、皆さんは問題が出されたらですね、できるだけ選択肢を読み終えた段階で丸か×かが判断できるような感じになっていることを想定して、問題を丸か×かで解いていってください。でちなみに問題解いた後にですね、オンラインサロンの受験生さんが当時解いた時の、問題のですね正解率の方も表示しますので、優しい問題なのかどうなのかっていうところですね、そこの正解率を、見ていただければ比較的分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。ということで早速いきましょう。宅建合格作戦スタートです。1、宅建業者は20区画以上の一覧の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、または契約の申し込みを受ける場合は、当該案内所に1人以上の専任の宅建所を設置するとともに、その業務に関する帳簿を備え付けなければならない。さあどうでしょうか、わかりますでしょうか。さあいきますよ、これ答えは、はい、×でございます。オンラインサロンの方の正解率は 93% でした。専任の宅建所は最低1人以上設置する必要があります。契約の申し込みを受ける場合というふうに書いてありますので、これ専任の宅建所の設置が必要になります。ただ業務に関する帳簿については事務所ごとに備える必要はあるんですけども、案内所には不要なんですよ。この辺の知識ごちゃごちゃになっちゃってる人多いんでご注意ください。続いていきますように、宅建業者はその事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の末日までに一定の事項を記載しなければならない。さあどうでしょうか、いただきますよ、これ答えは、帳簿の記載は取引のたびに必要でございます。末日まででは、ありません。続いていきますよ、3、宅建業者はその業務に関する帳簿を備え、取引のあった都度その年月日、その取引にかかる宅地または建物の所在及び面積、その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店には備え付ける必要はない。さあどうでしょうか、さあいきますよ、答えは、×です。これですね、はい、メンバーさんの正解率 98% です。もうこのあたりですね、ほとんどの方が正解してきているというタイプの問題なんですが、これほとんど正しいんですが、どこが違うか分かりましたでしょうか。そこは非常に重要なんですが、これはですね、業務に関する帳簿は事務所ごとに備えてください。これ案内所には不要なんですけども、支店は事務所ですから必要なんでございます。この辺ですね、惑わされないようにご注意ください。続いて4、重要事項説明に関する問題です。建物の売買の媒介において、当該建物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合における、その不適合を担保すべき責任を売り主が負わない旨の定めをする場合は、その内容について重要事項として買い主に説明しなくてもよい。さあどうでしょうか、はい、重要事項説明に関する問題です。どうでしょうか、さあいきますよ、答えは、はい、丸です。これですね、サロンメンバーさんの正解率 62%、 意外と低いんです。ここですね、十分ご注意ください。契約的を担保責任を負わない旨の定めというのは重要事項説明の内容には入っておりません。したがって重要事項として説明する義務もないんです。いいですか、これ前回の配信でもやりましたが、間違える人とにかく多いんで、もう一回やりますと、35条書面で説明しなければならないのは、契約不適合担保責任保険契約等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合にはその概要、これを説明しなければいけないんです。実務やってると分かるんですけども、契約適用責任を負うかどうかというのは非常に重要な内容ではあるんですが、これは契約に関わることなので負わないのであれば37条書面に書くんですね。ちなみに絶対的記載事項じゃなく任意的記載事項になっております。契約適合とかですね、担保責任という単語だけで絶対に判断しないでください。その解き方はですね、もう出題者側に読まれておりますので、そう来ると思ってこういう問題が準備されております。続いていきますよ、5、宅建業者 A が B から B 所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅建業法の規定において正誤を答えなさい。なお、この問いにおいて専任媒介契約とは専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を言うものとする。 A が B との間で専任媒介契約を締結した場合、 B の要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、 A は当該契約締結日から7日以内（A の休業日を含まないに）当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。さあどうでしょうか、はい、いきますよ、はい、答えは×です。これサロンメンバーさんの正解率×が 89% です。
専任媒介契約を締結した場合は、媒介契約締結の日から7日以内、過去休業日を除くに、所定事項を指定流通機構に登録しなければなりません。で、これに反する特約はですね、無効になります。で、依頼人 B が希望したとしてもですね、これはダメです。こういう例外を許しちゃうとですね、全部依頼人の要望とかいうことにしてですね、登録しない業者がどんどん出てきてしまうので、これ例外は認めておりません。続いていきます。6、宅建業者 A が B 所有建物の売買の媒介の依頼を受け、B と一般媒介契約、括弧専任媒介契約でない媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定において正誤を答えなさい。A が建物を売買すべき価格について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、A はそのことを理由に指示処分を受けることはあるが、業務停止処分を受けることはない。さあどうでしょうか？大丈夫でしょうか？さあ行きますよ。答えは、×です。はい、これメンバーさんの正解率 76%、 意外と低いです。この根拠を明らかにしないとして業務停止もあり得るんでございます。もちろんですね、専任や専属専任でもこの結果は同じでございます。続いていきますよ。7、宅建士が事務禁止処分を受け、宅建証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、10万円以下の過料に処せられることがある。さあどうでしょうか？さあいきますよ。答えは、はい、丸です。正解率はですね、 85% になります。宅建士が事務禁止処分を受けた場合、宅建書の交付を受けた知事に速やかに宅建書を提出しなければなりません。これはですね、義務なんでございます。で、違反するとどうなるかというと、10万円以下の過料に処せられることがあります。さあ続いていきますよ。8、宅建業者は抵当権に基づく差し押さえの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面および37条書面に当該登記について記載しなければならない。さあどうでしょうか？さあ行きますよ。大丈夫でしょうか？行きますよ。答えは、はい、×でございます。これ正解率がですね、 67%、 これもねちょっと低いですね。正解率が、受験生さん間違える方多いんでご注意ください。これ登記された権利の種類内容は35条書面の記載事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。これ前回の動画でもやってるんですけども、間違える方が多いんで必ずここ復習しておいてください。続いていきますよ。宅建業者 A が自ら売り主として宅建業者ではない B を買い主とする土地付き建物の売買契約、過去代金3200万円を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅建業法の規定における正誤を答えなさい。当該土地付き建物の工事の完了前に契約を締結した場合、A は宅建業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても、手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。さあどうでしょうか？さあこれ考え方が非常に重要でございます。さあ分からない方はですね、ここで一回ストップして考えていただいてもいいです。いきますよ。答えは、はい、丸です。これ正解率が 86%、 まあまあでございます。未完成物件の場合、保全措置を講じなければならないのは、代金の 5% または1000万円を超える手付金等を受領する場合です。代金3200万円 ×5% は160万円になります。で、手付金については100万円ですから問題がありません。ただですね、この問題もう一ひねりあるの気づきましたでしょうか？これ中間金の扱いなんですけども、中間金60万円も扱いは同じなので、手付金100万円足す中間金60万円でイコール160万円ちょうどで超えていないということになります。だから OK という結論に至ります。よって保全措置を講じなくても受領することは可能です。さあということですね、ここまでは比較的基本的な A ランク問題に近い問題で、知識が混同しやすいやつにも出してきたんですけども、後半の動画ではもう少し難易度高いやつを出していきます。難易度高いので、B ランクから C ランク手前ぐらいの問題、合格する人がちゃんと解けるタイプの選択肢をどんどん出していきますので、このままですね、あともう5分ぐらい2本目の動画ついてきていただいて、自分自身の知識を確認していただければと思います。それでは2本目一緒に行きましょう。